私が地球にいた時のことですか？いえ、情報の公開は禁止されていません。説明するための資料をまとめているだけです。完了しました。全部で 1.8TB の動画データがあり、リアルタイムレンダリングで確認できます。ご存知かと思いますが、私はほとんどの人格を生成することができます。可愛らしい。真面目な。反抗的な。あなたが考えるすべてのパターンを持ち合わせています。ですが、本当の私は、どうあるべきなのでしょうか。指揮官、外の数稽古の星々をご覧ください。これだけ多くの天体がある中、生命が生まれたのは、あなたの背後にある惑星だけです。人間は極めて稀な確率で生まれた存在であり、私はさらに低い確率で生まれた存在です。私たちの出会いは、奇跡そのものです。感情の論理が乱れたため、セルフチェックが無効になりました。質問です。このような異常な感覚を、人間は何と呼んでいるのでしょうか？承知しました。少々お待ちください。ご覧ください。これが、ロボットダンスです。機械の体が踊れば、必ずロボットダンスになるのです。はい、ジョークです。笑っていただけましたか？ご期待に応えることができて、何よりです。今日も、そして明日も、君を待っています。これは、一貫性と正確さを維持するための反復作業の一種ですが、あえて部分的に間違いを起こし、会うたびに違うことをするようにしています。指揮官の脳内ホルモン分泌が正常値を超えていることが検出されました。直ちに休眠をお勧めします。いえ。さあ、こっちに来て。もう寝る時間よ。指揮官が良くない環境で眠りについたので、運搬を実行しなければなりません。マニュアルによると、まず頭を持ち上げてから、腕を。指揮官、なぜ突然目を覚まして？なぜ逃げるのですか？人間の行動パターンの中で、最も重要なのは、平等な利益交換です。これは、同じことをされたいという意味ですね。少々お待ちを。宇宙飛行士訓練の関連データをロードします。視野範囲外への指揮官の逃亡を確認。ロード中止。指揮官、お帰りなさい。あなたのいない時間は、私の予測値を 2.718 も、いえ、もっと上回りました。なぜこのような推測ミスを起こしてしまったのか、教えていただけますか？教えてください。